生を豊かにする、ニュースチャンネル。はい、皆さんこんにちはということで、今日も動画の方を始めていこうと思いますけども、今日はですね、文春オンラインさんの記事から今日は引用させていただこうと思いますが、船越さんがですね、恋人でありました、恋人なんですけど、新しい恋人、ちょっと前になんか報じられてましたけども、船越英一郎さんのですね、新しい恋人、松下萌子さんにですね、著作権侵害疑惑が発生しているというようなことが報じられてましたので、これについて今日は扱っていこうと思います。しかもこれなんか彼女のホームページが閲覧不可能になっているということで、まあ結構進展があったということなんですよね。はい、その前にチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。チャンネル登録はですね、この動画の下の欄にございます、私のチャンネル名のですね、右横にありますチャンネル登録ボタン、赤いボタンがあると思うんですけど、そこをクリックしていただいてもチャンネル登録できますし、もしくはですね、この辺か、この辺にございますですね、私のロゴ、こうやってるロゴがあると思うんですけど、ここをクリックしていただいてもですね、チャンネル登録できますんで、よろしくお願い申し上げますということで始めていこうと思いますが、いや、びっくりしましたね。その前にこの話の前提としてですね、2時間ドラマの帝王こと船越英一郎さんね、いろいろ俳優さんですよね、61歳であるんですけど、ちょっと前にあの松井さんでしたっけ、松井和代さんですね、松井和代さんって元タレントのですね、元女優のあの方がなんかいろいろ、なんかね、劇場というかですね、松井劇場というかですね、なんかいろいろバラしてやるみたいなことで、なんかもういろいろドロドロ、離婚劇になったわけですけども、その後、ある種、船越さんをですね、心をですね、癒してくれる存在としてですね、新しい恋人、松下萌子さんと付き合うことになったということだったようなんですけども、そういう二人がですね、すごい年の差ではあるんですが、だって61歳と39歳なんで、22歳ぐらいの年の差はあるわけです。22歳って言うともうもう一世代とか二世代とか、もうそれくらいの価値観もだいぶ違うとは思うんですけども、年の差で、恋愛みたいなことを、やられていて、いろいろ賛否両論というか、いろんな声はありましたけども、幸せになってほしいって声もありましたけども、早速ですね、船越さんと付き合ったことによってですね、松下さんがこう、世間にいろんな意味で注目されるようになってしまったということなんですね。それ何があったかというと、チョークアートで有名だったそうなんですね。松下さんは、萌子、MOECO っていう、萌子名義でですね、チョークアーティストっていう一面もあるそうなんですね。で、そのチョークアートは黒板とかにですね、チョークやクレパスで描く絵のことで、本当にすごいデパートやギャラリーで個展を開催してですね、2020年のオークションではですね、400万円の高値がついたほどだというそうなんですね。で、芸能記者によればですね、彼女は指の体温でグラデーションをつけてですね、絵に立体感を出す。そして絵を描くときには左側に写真を置き、それを元に描いていくということだったみたいなんですね。で、問題になったのはですね、この写真を参考にしてやってるってことだったんですね。写真ってね、案外著作権がないように思われるんですけれども、実際は結構著作権あるんですよね。っていうのは、撮り方によってだいぶ写真っていうのは、物を写したものであるんで、あんまり著作権なさそうに思われるんですけども、撮り方自体には人間の著作性みたいなのが認められるというか、創造性が認められるので、写真の撮り方自体、撮ったものに関しては、著作権が認められるそうなんですね。はい。それで、マリリン・モンローやマイケル・ジャクソン、ケイト・モスなど海外の著名人の人物画が多いんですけども、海外のカメラマンが撮影した写真を勝手に使っているものがあるのだと言うと、その他の日本人の人物画などの作品もよく他人の写真を無断で使用しているというふうに、関係者の人は言っているそうですね。で、著作権に詳しい小林、なんて読むんでしょうね。すいません。小林、なんて言うんでしょう、わかんないですね。すいません。じゃあ、小林ゆげた法律事務所の方によるとですね、
この木村さんという方によりますとですね、権利者が法的被害に出ればですね、著作権や肖像権侵害のとなり得ますと。仮に訴訟で負ければ販売差し止めや損害賠償の責任が発生しかねないというふうに言っていますね。はい、で彼女の作品を元にしたケイト・モスの写真を撮ったアメリカのカメラマンに問い合わせるとですね、萌子自体は知らないし私の許可は得ていない、まあ、許可なくアートを盗む行為は世界的問題ですと憤ったそうですね。で別の人物画の元となった写真を撮った日本人女性にも問い合わせたがやはり許可を取っていなかったということで、このそして少子が週刊文春さんですね、松下の所属事務所に問い合わせると直後この日本人女性、に松下が所属する画廊から写真を使用させていただきましたと連絡が入ったそうです。でさらにですね、萌子さんの作品を掲載してたホームページが閲覧不可能になり、さらにインスタグラムに掲載された作品も全部ではないんですけども次々と削除されていたということで、松下の事務所から著作権侵害の疑惑についての回答はなかったんですけども、まあ、明らかに対応がですね認める形になってしまったということだったようなんですね。でまあ、なんか松下さんの、 なんかその人物とか船越さんとの食事会などについてもなんか週刊文春さん報じるそうではありますね。なので明日以降の週刊文春さんの記事読めば詳細は分かると思うんですけども、いやーこれすごいですね。この記事自体は今日の4時に配信されたものなんですが、写真も著作権ですよってことと、まあ、そういうのを分からずにやってしまったのがちょっと残念ですよね。これはどうしようもないですね。ただまあなんか多分船越さんと付き合ってなかったらこういう風に出てなかったと思うんですよね。まあ、女優さんとしてもそんなに有名、まあ、なんかそんな失礼かもしれないですけど有名な方ではないんだと思うんですよ。むしろそのチョークアートの方で、やってるんだと思うんですけども、まあ写真をチョークで描くんだったらなんかお写真でもできそうな気がしちゃうんですけど、まあわかんないですけどね。ただまあ写真をやっちゃったら、ね、ダメでしょっていうのはありますよね。ちゃんと許可取んないとですねダメだよねっていうのはありますよね。それをだって自分売っちゃってるわけですからね。予約前の高値がついたなんて出てますけど、いや売られたらたまったもんじゃないですからね。いやちょっとね、まあ、これはちょっと大丈夫なのかっていうのは思いますけども、いやだからまあね、才能があることはいいことなんで、ちゃんとまあ許可を取ってですね普通にやってもらえればいいんじゃないかなと思いますけど、いや船越さんもですねまあなんか一部ではなんかねこう災いを呼んでるんじゃないかっていうようななんかそういうことなんじゃないかなっていう発言もあったりしますけど、まあなんかそうなのかもしれませんけどね。まあなんかどういうことなんでしょうかね。はい、まあなんかチョークで描くってことはなんかまあすごいのかなと思いますんで、まあ、ぜひとも頑張ってほしいなと思いますけども、やっぱそのルールは守っていかないといけないよねっていうことではないかなと思いますね。はい、まあ本当にねまあコンプライアンスですよね。その辺をちゃんと彼女もまあ認識すべきだし、その事務所の方もですねちゃんとそれこんな後になってなんか消すってなんかちょっと情けないなって思いますけどね。それ事前に調べないのかっていうのは思うしね、なんか取材が来たらすぐ訂正するっていうのもなんかすごいなと思いましたけどね。まあ、そのところでなんか彼女がですね今チョークアーティストとして今騒動を抱えているということについて、船越さんと交際中の松下萌子さんがですね今著作権侵害疑惑で訴えられかねない状況にあるということについて扱ってまいりました。その前にチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願い申し上げまして、今日の動画を終わりにさせていただこうと思います。今後もですねエンタメニュース芸能ニュースについて集中的に扱っていこうと思いますんでよろしくお願い申し上げます。以上です。
Thank you.